2022年3月8日の朝です。これは銀バナナですが、まあこの家計の様子を見ると、まあ相当寒くて辛かったろうなって思いますね。まあある程度の太さになっていた家計なので、最初ビニールをかけていて、途中から葉焼けを起こすものですから、ビニールを外して、そして白い寒冷紗のようなものをショールみたいにかけて、頭の方に不織布ポットを逆さまにしてかぶせておいただけにしておいたんですね。もしそれでも寒かったら、もう一枚ショールを足してあげようかと思ってたんですが、まあ、この冬は氷点下3度ぐらいに何日かなったと思うんですが、まあ、ショール一枚だけでなんとか耐えてほしいなと思って、まあ、耐寒性をつける意味もあったのですが、それでやり過ごしてもらったんですね。おそらく、まあ、こう揺すってみてもしっかりしてるので大丈夫だろうと思います。この前上部をカットしたんですが、まあややですね、中心から巻き葉が少しだけ伸びてきましたので、おそらく大丈夫でしょう。まあ、もっと早めにこの落ち葉ですね、竹やぶで拾ってきた落ち葉とか前に分厚くしてやればよかったんですが、まあ最初の頃何回かしたんですね。これで、まあ後からで申し訳ないんですが、昨日ですね、肥料袋いっぱいの落ち葉を周りに巻いてあげたんですね。まあ今年開花してくれればいいがなと思っている株ですね。